こんにちは、スタイリストの大山俊です。今回の動画なんですが、 この夏に買ってよかったアイテムベスト6ということで皆さんに動画をお届けしてみたいと思いますまだまだですね暑い日が続いてるわけなんですが夏も後半ということで、まあ、この夏いろんなものを僕も買ってきたわけなんですね、まあ、その中で特にこう気に入ってよく使ってるものをですね皆さんにご紹介したいなと思うんですねまだまだですね店頭で売ってるものも多いと思いますし今年の夏なんだかんだでですね8月いっぱい9月もですね 後半ぐらいまで暑い日が続くと思うので、まだまだ使えるものが多いかなと思うので、ぜひ皆さん参考にしていただきたいなと思います。在庫があるものに関してはですね、リンク貼っておきますが、結構ですね、あの、僕が好きなもの、人気商品だったりするので、在庫が少ないものも多いんですが、その中から厳選して皆さんにお勧めしたいなと思ってますので、ぜひ気軽にね、最後までお楽しみいただければなというふうに思っています。えー、こちらのチャンネルではですね、大人の男性に向けて、メンズファッションの基本をですね、なるべくわかりやすく解説をしますので、 よかったらチャンネル登録の方もよろしくお願いします。それでは早速、行ってみましょう はい。ということでね、早速入っていきたいなと思うんですが、まあ、まず夏といったら、これは欠かせないよというジャンルなんですが、もう T シャツですね。これはね、もう夏に関しては、何枚あってもですね、多くはないかなと思うぐらい重要なアイテムだと思うんですね。僕もこの夏で何枚かなあちらにクローゼットがあるんですけども、おそらくですね、10枚前後ぐらいは T シャツを買ってるかなと思うんですね。まあ、白 T の特集なんかもやりましたよね。結構ですね、 白 T の比較の動画を撮るためにたくさん買ったりだとか、まあいろんなものを買ったんですね。その中で、まあ特にこれは気に入ってるっていうものをですね、まあ皆さんに2つご紹介したなと思ってるんですが、まず1点目、僕が今着てるこちらですね。シップスエニーで購入しました。 キャンプポケット T シャツですね。この横にですね、ポケットがついている、このビッグシュレットの T シャツですね。これがね、かなり気に入って、プライベートでも着る機会が多いんですよね。今はですね、黒のロング丈のパンツに合わせてますが、まあ主に短パンに合わせて、えー、なんかこう、ノースフェイスのブリマーハットとかを被かりながら、オフで着ることが多いんですけども、結構ね、こう、ゴブ丈よりも長いぐらいの大胆な長さの半袖になっていまして、宮場もゆとりがあるんですが、やっぱりこの のポケットがね、一つのアクセントになって、なんか普通の無地 T シャツにはないようなディティールが楽しくてですね、これ着ることが多かったですね。で、こちらの素材もね、ちょっとこう厚腕で、えー、武骨な感じをするアメリカのね、コットンを使っているんですけども、この厚みだとか色味ですね。まあ、チャコールグレー、今僕が着てるものが個人的には一番好きなんですけども、他の色もね、いいので、ぜひ皆さんにはチェックしていただきたいんですが、まあ残念ながらもう、店頭のね、在庫も、オンラインの在庫もなくてですね、残 残ってるのがブラックだとか、あとはネイビーが少し残ってるかなという感じですかね。まあネイビーもちょっと明るめのネイビーで、なかなかいい色なので、まあぜひチェックをしていただきたいなと思うんですが、これはね、ポケットのアクセントかなり新鮮で、個人的には良かったなと思いますね。はい。まあ金額も6490円ということで、まあ安くはないんだけども、夏のこう主役となる T シャツにはそこそこ投資をするのは悪くない選択だったかなと思うので、ぜひ皆さんもチェックしていただきたいなと思っています。まあその流れで一応似て 件目ご紹介したいなと思ってるんですが、まあ僕ねこの T シャツもすごい好きでよく着てるんですよね。結構ね着てるといろんな人にねこれどこの T シャツですかって聞かれるんですけども、はいビューティーアンドユースのね何度かご紹介したのでもう皆さんご存知かなと思うんですが、えー、雑誌トランジットとコラボレーションをしたですね T シャツです。後ろにもこのようにですねトランジットという文字が入っていて、まあ、このフォントがまさしく雑誌のですね旅の雑誌なんですけどね旅と写真がこう 融合したようなすごく美しい雑誌なんですがトランジットのねフォントも含めて表現されているという T シャツですねで、まあ、いくつかシリーズになってまして、えー、種類たくさんあるんですがその中で僕がですね持ってるのはこちら ハバナと書いてあるやつですね。ハバナはい。これなぜ僕が好きなのかというと、まあ色合いがですね、ちょっとビビットで、普段の自分だったらなかなか選ばないような色なので、えー、こちらをですね、あえて選択してみたわけなんですが、まあ新鮮ですね。暖色系って僕あんまり着ないんですよ。赤とかオレンジの服って着ないんですが、まあくまでこう白ベースの T シャツの上に乗っかってるので、そこまで派手すぎないかなということで、個人的にこれよく気に入ってきています。ハバナ T シャツね。これもやっぱり人気で結構も 在庫がほとんどないのかな再販されていたものでももう在庫がないぐらいなんですけどもまあ、もう一つですね僕欲しいなと思ってるものがあってこれがですねちょっと画像を出しておきたいなと思うんですがちょっとね読み方が難しくてアイトアイスフォールと書いてあるやつですかねこれまあ砂漠なんでしょうかね砂漠の都市という形でえこの写真も個人的にはすごくいいなと思ってましてまあ、これからですね夏本番というよりは後半に入ってくると 時にちょっとこう、オレンジだとか、ブラウンだとか、まあ、色がちょっとこう、くすんだ感じというか、秋の色を感じるようなものって、僕はこれからの季節ほどいいのかなと思うので、ちょっとこれも、まだ在庫あるうちに欲しいなと思うんですね。モロッコの砂漠というとね、なんか僕も新婚旅行で、え、行ったのが、確かスペインとモロッコ2都市を回ったんですよ。で、奥さんと一緒にね、モロッコの砂漠で一泊したの覚えてますが、砂漠ってなんか、 夜めっちゃ寒いんすよね。まあ、行った季節にもよるんですけども、本当ね、1月ぐらいに行ったのかなめちゃくちゃ寒くて、えー、一緒にですね、回っていたイギリス人の老夫婦が、人生で最悪の夜だったと言ってたぐらいですね。めちゃくちゃ寒くて、なおかつこう、なんだろう、毛布とかがね、すごくペラペラで薄いので、激寒だったという思い出がありますが、そんな思い出のモロッコのですね、T シャツもいいなと思って、これは欲しいなと思ってますね。まだ在庫はこちらありますし、 他にもブルーベースのね海の鮮やかな色の T シャツもあったりしてこのトランジットのコラボ T シャツはかなりいいかなと思うのでぜひね皆さんまだまだ着れるアイテムで、まあ、今時期は1枚でも着れますがもうちょっと季節が進んだらこの上にさらりとカーディガンを羽織るともう秋全然いけますね9月の後半から、まあ、下手すや10月の前半ぐらいまでいけてしまって、まあ、カーディガンの他にもジャケットだとかシャツアウターだとか、まあ、インナーとしてこれ活躍してくれる のでまあ、そういった使い方も含めるとまだまだ t シャツって活躍機会があるのでぜひ皆さんもチェックしていただきたいなと思っていますはい続いて3点目のアイテムなんですがこれ確か動画の中で出すのは初めてかなと思うんですね最近買ったばっかりのもんなんですがちょっと出してみましょうかねはいこれですえー、っとショルダーバッグをね最近買ったんですよちょっとこんな感じの ものなんですが、コンパクトなサイズ感で、割とですね、こう、荷物はコンパクトにまとめるようなものになってまして、まあ、休日、僕は手ぶら派なんですね。あんまりこう、荷物をですね、えー、持ち歩かない方なので、これぐらい、あの、本当手ぶらでも全然問題がないんですけども、とはいってもちょっとアウトドアで遊んだりだとか、ちょっとこう、旅行に行ったりする時なんかには、まあ、なんかショルダーバッグあった方が、あの、かさばらないですし、あとはもう、 取り出しがしやすいので便利かなと思ってなんかね一つ探してたところたまたま見つけたのはこちらノスフェスのねパープルレーベルというですねちょっとこのタグも含めて色合いが違うものなんですけどもナナミカというショップと ノースペースがですね、コラボレーションして作ってるのは、このパープルレベルというですね、シリーズなんですが、まあ、そこのですね、えー、コーデュラリップストップスモールショルダーバッグというアイテムですね。7590円。これ最近買いました。これね、なかなかサイズが良くて、もっとね、ショルダーバッグって大きいものが多いですよね。まあ、先日ご紹介したユニクロのやつもですね、まあ、大体これぐらいあるじゃないですか。あれはあれでたくさん入っていいんですけども、僕としてはそんなに荷物多くないので、あれだと トゥーマッチな感じがしてしまうので、もっとちっちゃくていいのがないかなと思ってたら、たまたま見つけました。これ、サイズ感がすごく良くて、今も荷物入れてるんですけど、僕が普段持つものと言ったら、まあ、開けてみましょうか。まずはもう、これですね、欠かせないのはスマホ。スマホがありまして、そして、えー、お財布もね、もちろん持ってます。まあ、長財布は僕持たないで、こういった小銭入れみたいなタイプにいろんなものを収納してるので、これももちろん入ります。はい。そして、 まあ、ハンカチちょっと入れてませんが、普段だったらハンカチだとか、えー、エアポッツですね。まあ、イヤホンなんかを入れてるっていう感じですね。これ今、プラスアルファちょっとした小物を入れるっていうぐらい、十分入ってしまうので、十分の大きさかなと思いますね。まあ、これぐらいで。で、もちろんね、小物入れとしても役立つんですが、僕の中では着こなしのアクセントとして使うことが多いんですね。まあ、せっかくなんでかけてみましょうか。まあ、いろいろ使い方があるんですけども、まずはこのようにこう、斜め掛け。 してもらっても、なんか無地 T シャツの時ってどうしても着こなしが退屈に見えがちなので、そういった時に着こなしのアクセントになるんですね。 どうでしょうか入れてあげても、なんかね、ちょっとした小物使いとしては、非常にこう、アクセント側になるのかなとは思っています。長さもちょうどいいですし、サイズ感の収まりもいいので、これはね、お店で見た瞬間、いいなと思って、すぐに購入しました。で、ノースフェイスのオリジナルもいいんですが、このパープルレーベルっていうね、ちょっと通好みの感じも含めて、僕は一つね、すごく魅力があるなと思うんですね。紫のこのですね、タグも、ちょっとした着こなしのアクセントになるので、個人的にも気に入ってます。表面 このの感じもね、ちょっとこう、シワ感があるんですよ。これが面白くて、遠縮加工というのを施していまして、ちょっとこう、縮みがあるんですね。この凹凸感がなんか味わいがあってすごく良くて、非常によくできた作りになってますね。まあ、デザインもですね、ちょっとこう、台形になっていまして、このボタンの周辺もですね、ちょっと丸みを帯びていて、すごくね、凝った作りになってまして、この雰囲気も含めて、なかなかいいんじゃないのかなと思いますね。まあ、斜めがけもいいし、あとはそのまま、 こうやった形で。 えー、垂らして、首に垂らすっていう形もいいと思いますね。まあ、最近はですね、こういったネックレス、ちょっと大ぶりのものだとか、クロシェット、まあこちらに画像を載せておきますが、そういったものはトレンドになっていて、無地 T シャツの上に重ねることが多くて、まあネックレス代わりとして軽くこうね、垂らしておくのも含めて、結構使いやすいかなと思いますね。今年の夏はフェスなんかに行く方も多いかなと思うので、そういった場面でも使えると思うので、これは非常に気に入っていますね。特に無地 T シャツで、アクセントを ときには非常に役立つのでまぜ、あ、ひまだ発売して間もないので、えー、在庫はあると思いますはい。ただそんなにたくさんはないと思うので結構早めに売り切れてしまう予感もするのでまぜ、あ、ひ皆さんもこちらねパープレーベルのショーダーバッグ小型ですがチェックしていただきたいなと思っていますはい続いて4点目なんですがこれはね短パンですね 短パンもですね、今年何本買ったのかなえー、全部で5本くらい買ってるんですね。こんなに短パン買う人もね、少ないかなと思うんですね。僕も40になってね、短パンをこんな年に5本買うなんて思わなかったんですが、まあ、いろいろと日々実験ですね。いろんなものを買って、えー、そのね、あの、僕の経験を皆さんと一緒にシェアするというのが、僕のこの、なんだろうな、楽しさの一つなので、え、いろいろ買っているわけなんですが、その中でベストだなと思ったのが、こちらですね、グラミチーとビームスのですね、コラボレーション。 ま別注型のですね、こちら、短パンになりますね。これは非常に良くて、これまだ在庫があるので、ぜひチェックしていただきたいなと思うんですが、 これね、派手さはないんだけど、一番良かったです。っていうのも、まあ、今季はね、他にも、えー、パタゴニアのショートパンツ買ったんですね。これまたすごく良くて、バギーズロングという形で、まあ、定番のバギーズショーツの丈がだいたい4センチ長いバージョンですごい使ってるんですよ。ただ、1点だけ問題があって、えー、パタゴニアのショートパンツを履いてしまうと、その他で、例えばこのノーツフェイスのものをですね、なかなか持ちづらいっていう問題があるんですね。 僕は小物って結構アークテイクスもあればノースフェイスもあったりだとかいろんなブランドを持っているんですけどもなんかそこの同じジャンルの中でバッティングしてしまうのはあんまりこう好ましくないのでごちゃごちゃした印象になるので僕はまあなるべく避けるようにしてるんですねまあそういった点パタゴニアのロゴがないようなプレーンの方が良くてまあグラミッチのこちらのショーツに関しては特にこうブランドロゴが入っていないので使い勝手がいいんですねで丈の長さだとか裾幅だとかそのあたり はい。まあ僕は他の動画でも履いてるので、そちらを参考にしていただきたいなと思うんですが、結構ね、長さとしては、膝よりは上にあるんですけども、決してこう、スポーティーになりすぎないような長さなんですね。結構、バギーズショーツとかは、太ももが見えてしまうぐらいの長さで、これがですね、似合う人は似合うんですよ。スポーツやってるような体育会系の方にはバチッとハマるんですが、それ以外の方が履いてしまうと、ちょっとなんか違和感があるんですよね。オラオラ感が強すぎてしまって、そうではなく えっと、まあ、ある程度のスッキリさはあるんだけども、短すぎない長さというところで言うと、バギーズロングだとか、このね、パタゴニアのビームスベッチューバージョンが、トレンド感がちゃんとこう抑えられていて、えー、ちょっとこう裾幅も広くて、なおかつ長さもあるというところで、まあ、完璧なバランスでした。いろいろと履いた中で、これがナンバーワンだったので、ぜひ皆さんもね、チェックをしていただきたいなと思うんですね。生地感としても非常にこう、柔らかく、ストレッチ性もあって、非常に使いやすいんですね。まあ、グラニチの良さがありな ながらもシルエットはビームスらしいですねトレンド感を抑えたところに仕上がっているので地味なんですがもうこれ最強ですもう来年以降もうガンガン履きたいなと思ってるので久々にグラミッチのショートパンツを新調しましたがちゃんとアップデートすることができたのでこれが今年買って良かったアイテムの4点目になります はい、続いて5点目のアイテムなんですが、靴のジャンルから1個出したいなと思うんですけども、まあ靴系もね、夏に色々買って、その中でも夏といったらサンダルが一番よくあるかなと思うんですが、その中で僕の中でナンバーワンだったのが、これですね。はい、もう皆さんもね、なんか想像つくかなと思うんですが、これ。 他かおねおねのほぱらというモデルですね。これね、めちゃくちゃよく履いています。今日出してるものって、そのまま全部着用してえ、僕はオフで使ってることが多いようなアイテムなんですね。これはね、よかったなぁ。ちょっと僕の中では想定してなかったモデルなんですね。たまたま、あの、青山の H Beauty and u に行ったらこれが置いてあって、試着をしたらすごい良かったので、そのまま購入したわけなんですが、まあ、ほかおねおのスニー スニーカー自体はこれで僕は2足目なんですけども、こちらはサンダルになっているんですが、まあ、ベースはもう本当に他をね、おねらしいスニーカー型になっていまして、えー、後ろの部分ですね、ここにこう隙間が空いてたり、横も隙間が空いてたりだとか、なんかこうスニーカーからサンダルに見えるように一部分をくり抜いたみたいな形になっていて、履き心地としてはね、本当にスニーカーライクですごく履き心地が圧倒的にいいんですね。 ちゃんとこう、おをね、おねらしいですね。厚底で、僕はこのブラックのアッパーに対して、白のソールっていうのが好きなんですよ。オールブラックだとちょっと重たく感じるので、ソールがホワイトの方が好きで、まあ他にはブラック、オールブラックのものもあるんだけども、こっちの方が皆さんにもお勧めしたいですね。軽快な感じがしていいです。で、紐に関してもわざわざこう紐をですね、毎回結ぶ必要がなくて、なんていうのかな、この調整が可能な、 こういうような紐になっていまして、このあたりも含めて僕は使い勝手がいいなと思いますね。まあそもそもサンダルってこういった ね、紐なんかはついてないかなと思うんですが、ちゃんと甲のね、あのフィット感も調整できるというところも、スニーカーライクで使いやすいなと思いますね。で、丸みのあるシルエットでボリューム感があって、トレンド感もあると。で、着こなし自体がどうしてもシンプルに振りがちな夏の着こなしの中で、良いアクセントになるので、これね、めちゃくちゃ便利ですね。特に短パンのスタイルなんかには、すごい活躍してくれるので、よく履いてます。で、ちなみにまあ短パンを履くときには、僕は素足で履いちゃうんですけども、えっと普段 ですね、ロング丈のパンツを合わせるときには、ちょっとやってみましょうかね。 うんとちょっとここ立ちながらうまくやれるかわかんないですが、今白ソックス履いてるんですが、こんな感じですね。白ソックスと合わせても意外と相性いいんですよ。はい、見えますかねロング丈のパンツ合わせるときにはもう白のね、こういったソックスで合わせて、ちょっとこう隙間から見えてくるっていう感じ合わせてるんですが、まあ秋に関してはもうショートパンツだんだん役割がね、減ってくると、ロング丈のパンツとえ白ソックスと合わせるのもなかなかいいかなと思うんで、まだ9月いっぱいぐらいまでは活躍する 思いますし来年以降も使えるのでまぜ、あ、ひ、ね、皆さんもチェックしていただきたいなと思いますホパラなかなかいいですねビルケンのサンダルとかあとはなんだウーフォスとかも買いましたが特に僕がガンガンあのプライベートで履いてるのはこの他オネオネなのでぜひ皆さんもチェックをしていただきたいなと思っています はい、続いてラストですね。6点目はですね、今僕が着ているこちらの半袖シャツですね。グリーンレベルさんとコラボレーションをして作ったこちらのシャツが、まあ今年はですね、めちゃくちゃ活躍しましたし、僕自身にもですね、思い出の深い一着になりましたね。これはね、非常に良くて、まあ特にですね、これから8月後半から9月いっぱいぐらいまでは半袖シャツってめちゃくちゃ使えると思っていまして、T シャツ1枚のスタイルもだんだん飽きてくるんですよ。なので、 t シャツ1枚と、えー、カーディガンを足してみたいなスタイルがですね、だんだん増えてくるんですが、まあ、秋に向かって移行していくる中で、このようなブラウンの半袖シャツは かなり使いやすいと思いますね。秋らしい配色なので、なんかこう秋を感じさせながらおしゃれ感も出るので、これはね、ぜひ皆さんにもお勧すすめしたいなと思いますね。まあ本当に色選びだとか、生地選びだとか、こういったディティールですね。ポケットをつけてみたりだとか、そういったところも相談をしながら作った一枚になってまして、まあサイズ感も完璧ですね。大きすぎずに、なおかつコンパクトにならない。袖幅もしっかりとありますし、トレンド感を抑えながらも大人っぽく見えると。で、この生地 の光沢感ですねブラウンなんだけども、やぼったく見えないような、微光沢があるところも含めて、もう完璧なバランスだと思うんですね。 これがね、価格が1万円しないとね、確か8000円前後ぐらいで買えるというところで、まあコストパフォーマンスも含めて、今期のの半袖シャツの中ではかなりおすすめのものなんですが、結構早い段階でね、売り切れてしまって、ブルーとブラウン2色あったんですが、もうライトブルーはないのかなただ、このブラウンに関してはまたこう再入荷してるので、まだ在庫が少しあるかなと思うので、ぜひ皆さんにはチェックしていただきたいんですが、これはね、非常にいいです。まあ大人らしく見えるというところで、襟付きのシャツっていうのは、 やっぱりなんだかんだであると便利なんですね。僕もね、このようなレギュラーカラーがついてるものを第一ボタンまで閉めて小綺麗に着るというスタイルがとても好きなので結構着てますね。なんか旅行なんかに行くときにも t シャツを持っていくっていうのもありなんですが、それだけではなくて、なんかこう、ちょっとご飯を食べに行くだとか、外に行く時に、小綺麗なものも一個あると便利なので、まあその時にこのような、ちょっとこう、半数シャツが一枚あると、結構使い勝手がいいなと思っていまして、まあこれね、あの、ちょっとこう、表面が凹凸感があるというか、シワ感も少しあるので、なんだろう、こう、ある程度ザクッと持っていっても使いやすいというところですね。小綺麗なシャツすぎると、例えばビジネスのシャツとかは、 なないいい方が美しいじゃないですかただカジュアルのシャツに関しては多少シワがあってもそれが味に感じられたりするので、まあ、そういったところも含めて使い勝手はいいんじゃないかなと思いますね、まあ、ぜひ皆さんもですねまだまだ半袖シャツこれから9月いっぱいぐらいまでは使えるかなと思うので秋の雰囲気を感じられるようなブラウン系でチェックをしていただきたいなというふうに思っています はい。ということで、いかがでしたでしょうか今回の動画では、この夏買ってよかったアイテム6000ということで、まあ、リアルにね、僕自身がガンガン休日に着ているものを皆さんにご紹介させていただきました。中にはもうちょっと在庫が怪しいやつもあるんですが、 まあ、ほとんどがですね、まだ買えるようなものだし、これからね、長い夏の中で9月だとか10月初旬ぐらいまで使えるものが多いかなと思うので、まあ、ぜひチェックをしていただきたいなと思っています。概要欄に同じものがあればリンク貼っておきますのでね、そちらから確認いただければなと思っています。まあ、こんな形でこれからもですね、僕がこう、私物で買ったものとか、気に入ってるものをどんどん皆さんにご紹介していきたいなと思っていますので、よかったらチャンネル登録の方もよろしくお願いします。そして、まあ、今回もそうなんですけども、ちょっとこう マニアックな僕自身のこう、買ったものだとか。 あとは中級者向けのアイテムコーディネートの解説は僕はもう一つ運営してます。YouTube のメンバーシップチャンネルで結構緩いテンションでやってますのでよかったらこちらも概要欄の方からチェックしていただきたいなと思ってます。また動画なかなか見る時間がないよねっていう方もいると思うんですよ。僕自身もそうでなかなかねプライベートで時間がなくて動画ゆっくり見ることができないんですね。まあ、そういった方のために文章と写真ベースでおすすめのアイテムとかコーディネートの解説みたいなものもやってましてだいたい一つの記事 分ぐらいで読めるような分量でですね情報を出しているオンラインサロンもやっていますのでそちらも気になる方は概要欄からチェックをしていただきたいなと思っていますはいということで一応スタイリストの山山俊でしたまた次回の動画もお楽しみに